皆様、はじめまして、こんにちは、こんばんは。MM チャンネルのみーです。本日はパズル&ドラゴンズのガチャを引いていきたいと思います。はい、ということで、来ました。この一番上です。はい、まずは受信。はい、ですね、パズドラが、5周年になるのかな、もうすぐ。4か5だと思うんですけど、初めてですね、バレンタインガチャというものが実装されました。なので、全部新キャラになりますね。なので、何が当たっても嬉しいということで、早速引いていきたいんですけれども、無料のガチャが来てますね。ランク50以上達成している方には、このバレンタインガチャが引ける、1回無料で引けるので、有効期限があります。2018年の2月の19日の23時59分までですので、ランク50達成されている方は、引き逃しのないように引いてください。はい、ということで早速引いていきたいと思います。いきます。せーの、回す。お、かわいい。服着てる。服着てるっていうか、コートですね。はい。では、いきます。せーの、下げてね。どうだろう。金。あ、メイメイ。かわゆい。めっちゃどっか飛んでっちゃってますね。やん。いいですね。でも確か指針が一番当たりやすいんですよね。はい。で、こちらガチャを、いつも通りですね、引いていきたいんですけれども、よいしょ。この MM チャンネルの端末では、5回引いていいよって言われてるので、1回残しにすればいいですね。はい、いきまーす。せーの、回す。下げてね。どうだろう。かぶらないといいな。お、白鳥。かわいい。この白鳥めっちゃかわいいですよね。いいですね。引きます。では、続いていきます。せーの、回す。下げてね。どうかな。おおおおおお、ダイエクター。おおお、私が欲しい子、宝石がある。この子やばい、かわいい。ファセットほんとかわいい。私普通のファセットも欲しいんですけど、宝石姫たちがなかなか来ないんですよね。なかなか当たりにくいの、この子たち。いや、宝石姫本当に可愛い。いやー、多分イケアさんなんじゃないかなって思ってます。いや、本当イケアさんの絵好き。いきます。せーの、回す。下げてね。イアンファセット可愛かったな。あー、また来た。なんだろう。あー、ファセット。ファセット当たりやすいのかな。どうだろう。これ MM チャンネルの端末なんですけど、いつも通りに私の端末でマッチで引くので、ファセット当たるといいな。いきます。せーの、回す。下げてね。どうやろう。お、まだかぶりなし。いいですね。キリンちゃんもかわいいよ。これほんとかわいい。かわいい。ではラストいきます。せーの、回す。下げてね。おお、かぶっちゃった。まあ残念ですね。金が出たら指針ですね、多分ね。はい、では端末切り替えます。はい、端末切り替えました。こちらは私ミーの端末になります。ではこちらでも聞いていきたいと思います。受信。いきます。せーの、回す。下げてね。何が来てもいいよ。指針ですかね。オーレイダン。これも可愛いんだよな。いや、いい顔してますよね、本当に。可愛い。いや、いいですね。はい。では、ガチャ、回していきます。全部使います。まあ、全部使いますって言っても4回だけなんですが、パーセット当たるといいな。せーの、回す。下げてね。どうだろう。かぶらなければいいな。おー、シュ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 、かぶってなーい。かわいい。いきます。せーの、回す。下げてね。
大丈夫、今のとこ被ってない。あの、全員指針でもいいな。かわいいな。かりんちゃん。あと2回か。あと2回か。キリンちゃんも欲しいしな。ファセットも欲しいしな。なんかカラットだったかな。なんかそっちも欲しいんだよな。いきます。せーの、回す。下げてね。どうだろう。だよね、かぶると思いました。そんな都合よく全色揃うとは限らない。やーん、ショック。あと1回いきます。せーの、回す。かぶりなしでお願いします。あー、かぶったっぽいな。あ、かぶってない。よかった。いやー、でもちょっと、もうちょっと回したいけど意地がないんでね。ちょっとでも、もうちょっとクリアしてないダンジョンとかもまだあるんで、その辺でちょっと貯めようかな。はい、では端末切り替えます。はい、端末切り替えました。こちらはマコシの端末になります。こちらでも引いていきます。受信いきます。せーの、回す。下げてね。どうでしょう。とりあえずいいですね。ハリンちゃん、はい、やっぱり指針は当たりやすいですね。はい、こちらでも引いていきたいと思います。こちらも5回引いていいって言われてるので、2回残しですね。はい、いきます。やっぱりマコシもですね、何でもいいっては言ってたんですけど、全部が新しいキャラなので、アスタルトが欲しいって言ってました。マコシは、鈴木香織さんですね、絵師さん。アスタルトとか、あとな、カーバンクルとか描いてる鈴木香織さんの絵が好きって言ってました。なので、アスタルトが欲しいよって言ってます。いきます。せーの、回す。下げてね。どうだ？お？どうでしょう？マジですか、マジですか。大当たりじゃないですか。マジか。でも私、ネイさんあんまり好みじゃないんでいや、そういう話じゃないんですけどはい、次いきます。せーの、回す。下げてね。でもすごいな、出ちゃうんだ。あー、はい、ね、かわいい。めいみ、はい、次いきます。せーの、回す。下げてね。おー、え、マジか、マジか、すごい。宝石姫やばい、いいなー、しんちゃん、めっちゃ可愛い。いや、この子も可愛い。すごい、もうほんとカラフル、素敵。もう色がやばい。いやー、すごい綺麗。すごい素敵。いや、欲しかった、私も。私、ちょっと、私の端末引きやばかったの。いきます。せーの、回す。下げてね。あ、コシいいな、めっちゃ当たりじゃないですか。あー、かりんちゃん。はい、でもちょっと引きがいい感じなんで、あ、これでラストになりますね。マコシの端末はいきます。せーの、回す。アスタロトですよ、アスタロト。ほいほい。あー、だったらキリンちゃん。あ、あ、違う、でも鈴木香織さんだ。ハクちゃん欲しいって言ってた鈴木香織さんだし、かわいい。ん、え、本当ですか。あ、今マコシからですね、全部引いていいよって来ましたので、あと2回引きたいと思います。あ、ボックスがいっぱいです。はい、ということでですね、端末切り替えたいと思います。はい、端末切り替えました。こちら、マコシのサブの端末ですね。こちらでも引いていきたいと思います。いきます。受信。せーの、回す。下げてね。どうでしょう。キリンちゃん。
はい。いやなんかちょっと自分の端末以外のにめっちゃ欲しいやつが来る。いいんですけどね。でもやっぱり欲しかった。まあいいや。5回回していただくことなのでこれは全部使いたいと思います。いきます。せーの、回す。下げてね。どうだろう。なんで私のところに来ないんだ。なんかだんだん悔しくなってきちゃった。いきます。せーの、回す。下げてね。なんか金が出ると安心してしまう自分はちょっとやっぱり性格が悪いなと自分で思います。はい。ごめんね、まこし。もっと喜ばないとダメですよね。まこしの2のをちゃんと当ててるっていうね。はい。いきます。せーの、回す。下げてね。ちょっとおかしくなってきちゃった。うわ、またか。嘘。嘘でしょ。かわいい。悔しい。せーの、回す。下げてね。自分の端末以外が嘘でしょ。いいな、あのそれ。マジか。なんか今回あれですかね、物欲センサーやばいのかな。超かわいいじゃないですか、スタウト。はあ、かわいい。いいな、欲しい。いきます。せーの、回す。ラスト、何かな。おお、マジですか。嘘でしょ。引き良すぎませんか。すごくないですか。いやちょっと今回やばいですよ皆さん。すごい、あの季節ガチャなのになんかいいです、引きが。はい、ということでですね、今回は自分のミーのですね、端末以外はなんかとっても引きがいい感じでした。なので、端末によってはちょっと引きの誤差があるみたいなんですけど、当たりやすいかなと思います。はい、ということで皆様も回してみてください。無料ガチャもいつも通り来ているので、そちらも引き忘れのないようにしてください。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また見てね。バイバーイ。